今回のチアーズスタイル TV では、前回成年後見人っていうのは何かということを一通りお話しいただきまして、まあ、弁護士としてのいろいろご相談を受けることも多いということで、まあ、成年後見人についてもうちょっと言葉とかですね、解説していただこうと思っております。はい。この辺は得意ですか？ 得意って言われた。割と多いんですよ。得意も下手くれも割と多いんです。そうなんだ。いや、だって高齢化社会って言われてる以上ですね。多いに決まってますよ。だってそそうので財すね。産管理も。そうですね。まあ、知っておくべきっていうところもですね、あるやっかぱと認思い知症っていつね、なるか分かんないじゃないですか。まあ、と思何でいもまそうすですよ。ね。病気でも例外ね。なしっていうかね。そうですね。誰でもですね。可能性の意味においてはですね。そうですしておいね。た方がいい情報ですよ。どう考えてもね。そうですね。成年後見制度というものについてなんですけども、法定後見制度というのと、任意後見制度というのがあるということなんですじゃあ、まね。ずそこから行きましょうはい、か。お願いします。任意後見制度っていうのはですね、判断能力があるうちにですね、もし自分が判断能力が不十分になったときに、この方に後見人になってほしいというのをあらかじめ契約、その方と契約しておくことなんです。で、まあ、公正証書を作ったりするんですけれども、いろいろ。そして、本当に判断能力がなくなったときに、家庭裁判所に申し立てして、その方が後見人としては進めていくことになります。なので、任意後見制度のメリットはですね、自分が判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分の財産管理をお願いできる人を決めておくっていうところがですね、やっぱりご自身の意思が、自分が判断能力がなくなっても自分の意思通り財産運用していただけるという安心感がある意味において、これを利用される方も多いです。で、まあ、実際私もですね、こういう先日任意後見の契約と、それと今元気なんですけども、足腰がちょっと弱いということで、財産管理契約も合わせて、だから大体そういった場合、現在の財産管理の契約、委任契約とおよび、この任意後見契約、自分が不判断能力が不十分となったときに、この方に、まあ、引き続き、現在の財産管理をしている方にも引き続きしてもらいたいという2つの契約をですね、同時にすることが多いです。これってですね、まあ、なんとなくこう、私たちのこう、人生の終活っていう、まあ、言葉の中で、一つ、そこで耳にすることになるような気がするんですけども、まだ普通にそのお仕事して働きながら生活していると、ちょっとやっぱり自分には関係ないのかなと思うんですが、何歳からこういう任意後見人を選ぶことができるとかあるんですそか？れはないです。あ、じゃあもう若い、例えば40代とかでもいいんですか？まあ、ただあんニーまズりが、ない。あんまりない。必要ないと思います。必要ないって言ったらいかんな。ただ、やっぱ誰にするかっていうのはそう簡単ではないと思いますよ。まあ、そうですね。確かにね。だからまあ、そんなはずはなくて、やっぱり必要に迫られて、自分の体力に自信がなくなってしまった時に動き出すことなんで、その元気なうちから、それあ、だっそうたはら遺な言い。を書いた方がいいと思います。誰に財産を分けたいかっていう。なるほど。まあ、いろんな選択肢があるっていうね、ことも、知識としてないと、ね、いけないなまあ、あとっ思たいらまいいすなっね。ていう、よりベターかなっていう感じかなと思います。まあ、必ずしもその、もう本当に可能性の問題なんですけれども、やっぱり、自分が知らないところで自分の財産を扱う人が決められるよりはと思う方には、この任意後見制度というのはおすすめです。はい、ありがとうございます。もう一つが、法定後見制度というのは、すでに判断能力が不十分な場合ということで、そうなんで3す。種類あるんですか？まあ、判断能力が不十分な場合っていうのはもうなってしまったっていうか、認知症に。まあ、認知症までいかないのが後見、補助ああ、な補んで助。すけれども。まあ、結局これ何のために決まるかって、やっぱり財産管理なんですよね。ができなくなるって、判断能力って何かって言ったら。まあ、いろいろあるんですけど、後見っていうのはもう完全に判断ができない状態。全くないって書いてますよね、全ここに。くないってで、書い補佐っていうのは、て。まあ、著しく不十分で、できないものとできないものがある。で、
補助の場合は判断能力が不十分って割と判断できるということなんですが、はい、お金に関してなぜかおかしくなるっていう、あ、感覚とかわかんなくて、うん、分かる、お金を浪費してしまうとか昔よくあったんですけど、金吉さんっていう言葉がです、純吉金吉さんだったかな、まあ、あのなかなか補佐補助って実際ですね、あの、まあ、私自身の経験なんですけど、弁護士になってこの2つを使った試しがないんですね。あ、補佐と補助っていうのが判断能力があるからですね、なかなかその誰かに委ねるっていうことに納得されない、特に補助はあのこの部分だけをお願いするわけです、その、はいはい、補助人に、うん、うん、嫌がるんですよね、意識はっきりしてる、そうよね、でお金の使い方だけその人にお願いするとか、その部分の財産の処理だけ、不動産の管理だけお願いするとか、はいはい、そういうの基本的に嫌がって、補助というのは基本的には成り立たない、はい、同意がいるんで、判断能力は割としっかりしてる、普通にある、そうですね、じゃあ補助っていうのはその不安な時とかにお願いするって感じ、まあしかし本人が不安という、大体相談が多いのは家族ですね、あ、例えば浪費、うん、お子さんの浪費とか借金を繰り返すとかですね、うーん、まあ、こういったはなんですけど、実際実用したことがないんですね、補佐も補助も、はいはい、ほとんどが貢献っていう、はい、の状態だと思います。なるほど、まあ、このような制度の中でこの法定貢献制度というのをジャッジするのはやっぱお医者さんだったりするんですか？はい、お医者さんが判断能力があるかないかを、うんうん、あの認知症の検査、いろいろな検査方法があるんですけども、うんうんうん、それに基づいて意見書を書いてもらいます。うん、最終的にその意見書を裁判所が判断する、裁判官が判断することになります。うん、最終的な判断は裁判官と、うん。なるほど。ただ意見書がものを言いますよね。うんうん、専門家のドクターが、まあ、きちんとその出すっていうことですよね。はい、で、まあ、実際のその手続きの流れっていうところなんですけども、うんうんうん、貢献開始、うん、まあ、じゃあどうしたらいいのかっていう時のその流れとしては、はい、これ申し立てっていうのは誰がするんですか？家族？家族です。家族か、まあ、そうですね。本人はもう認知症なんで、あ、そうかそうかそうか、はい、家族が、大体家族が多いと思います、うん、はい、まあ、この時に相談する相手がその弁護士の先生だったりソーシャルワーカーだったりするんですか？ソーシャルワーカー、そのお病院にいる、うん、ただソーシャルワーカーは申し立ての相談には乗りませんので、うん、申立書を作ってほしいなら弁護士に、うん、はい、うんうん、依頼される方が多いと思います。なるほど。そして、まあ、後見人の、審理、はい、裁判が、だから、うん、本当に認知症なのかどうか、うん、あ、というか全く判断能力がないのかどうか、また後見人になる人の候補者ですね、はい、どの人が適格かという審理が行われます、はいはい、でやっぱりその成年後見人になる候補者なんですけど、はい、やっぱずっと長年家族を見てきた人が良かったりするわけですよね、できれば。ただあの家族で揉めている場合はやっぱ家族から出すのは難しい場合が多いんですね、うん、はい、でそういった場合にあの弁護士、うん、ちょっとあの他の会のことは詳しくないので弁護士会しか知りませんけど、うん、弁護士会に候補人名簿っていうのがありまして、はい、それ を裁判所と協議しながら候補人の中から選ばれていくと思います。客観的なのは弁護士を立てるのが一番、うん、あの第三者の専門家、あの家族は揉めなくていいのかなっていうふうに思いますが、うんうん、なるほど。そして、法定貢献の開始の決定が出て審判、はいはい、法定貢献の開始の決定が出るわけですね、審判という形で。で、および成年貢献人が選任されると、うんうんうん。で、それが確定して、それに異議がなければ確定して、貢献が開始するということになります。で、大体おおよそこの期間っていうのは、3、4ヶ月が平均なんですか？どうなんですかね、3、4ヶ月かかったかな。あ、もっと短いケースも、うん、まあ、間が。まあ、これは何の評、裁判所の評価かな。あ、そうです、そうです、多分裁判所だと思いますね。まあ、目安としてはこんな感じじゃないですか。はい、まあ、3ヶ月ぐらいで、まあ、決まって、いくというところなんですね。まあ、割と急がないといけない案件なんで、それぐらいで決まらないとっていうところありますよね。はいはいはい、そうですね、だって財産がもう本人は財産管理能力がなくて、うん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 、動かせない状態が続くわけですよね、うんうんうん、財産が、うんうんうん、そうですね、それは本人にとって良くない、例えば病院の治療費とかですね、はい、本人のために買わなければいけないものとか、はいはい、
そうですね、動かせなくなります、ね、で最終的にその選定するのは、うん、その裁判 官ですよ、うん、だからこの審判というところですね、はいはい、うん、審判の確定、まあ、こういう用語がね、あの確定というのは何かというと、うん、あの審判判決何でもさ判決が出て異議申し立ての期間があるんです、うん、でなければそれがもう動かしがたいものになるという意味で確定と言います。用語の説明をすれば、うん、確定というのは審判と確定って、うん、審判の確定って2回あるのかよって感じでしょ、はいはいはい、それ言いたいんだよね、うんうんうん、だから確定っていうのは審判に対して異議申し立てがなければ、うん、期間があって、その間なければ、うん、異議申し立てがあればまた審理が可能性があって、うん、なければそこでもう確定っていうのはもう動かしごたいものになります。もう誰も争えませんよという意味です、うんうんうん、はい、なるほど。でその、うん、後見人の条件みたいなのっていうのもなんか4等身以内とかなんかあるんですよね、うん、そう家族だったらね、うん、っていうのは、まあ、なかなか4等身っていうところまでいかないと思うし。でもその子供っていうのはできないんですか？子供でもいいんですか？子供でも4等身だから余裕で入ってますけどね、うん、いける、うん、はい、いやなかなかね、うん、後見人でその家族っていうのはよく考えてみたら分かる、自分のことになると分かるんだけど、そう納得しない。どうして、うん、まああの家族が円満であればですね、じゃあ例えば長男に任せるとかですね、はいはい、今までもそうで、はい、それに何の疑念もなく家族、うん、兄弟同士がですよ、はい、うん、任せるってなるんでしょうけど、うん、もうすでに兄弟間に疑念が走ってる場合はやっぱり弁護士、要するに自分たちの家族ではない人に任せた方がちゃんとやってる人もですね、あの変に疑われるストレス、そうですね、よく相談で多いのはね、うん、ここなんですよ。前回からこういう話が続いてますけど、うん、はい、まあ、いろいろあるんですけど、その相談のアプロ、うん、どういったとこから相談したくなったかっていう相談の理由っていうかね、うん、動機っていうかあるんだけれども、うんうん、まあ割と多いのはですね、やっぱりそのちゃんと管理してるのに兄弟から隠してるとか、うん、使ってるとか言われるっていう相談が多いんですね、うん、でそれをどうやったら、うん、疑念がね、疑念が晴れるのかと、うんうんうん、いやもちろんですね、だからできればそのどういうふうに使ったか、うん、できればっていうかどういうふうに使ってるか、ノートとレシートと、うん、はいはい、証拠を、ね、証拠を残していくっていうことなんです、うんうんうん、はい、でまあ一回相談を受けたな、ある相談を受けた中身ではそれでも納得しないという場合はどうしたらいいでしょうかって、はい、あるいはあのということでもう成年後見人、うん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 、もう判断能力どうですかって言ったらやっぱり全くなくなってる感じはするってことだったので、うん、認めたくないけどっていうこと、娘さんがですね、うん、親の。それでもうやっぱり公明正大に行くにはもう成年後見の申し立てをして、うん、第三者に財産管理を委ねれば一切疑われることはありませんよっていうことでお話をさせていただいてるんですね、うん、でまあずっと親の財産をあなたに、例えばお母さんがね、うん、あなたにずっと財産の管理をお願いしたいのって言われてるから、うん、はい、今後も自分がやりたいっておっしゃるんですよね、はいはいはい、うん、だけどそれをする限り疑われるわけですね、うん、そうですよね、だからそこのところの納得がすごくやっぱり何回かね、1回の相談ではね、うんとはね、言わなくてね、簡単にはですね、やっぱね2回ぐらいかかる、あ2回は短いか、もう1回来てそれでも私の意見が変わらないね、はい、やっぱ、はい、であれば、うん、でだからいろいろ考えてもそれしかない、うんうん、ってなればっていうことであの申し立てしようということになりましたけどね、まあ、そういう方法があるっていうことでですね、うん、疑念を晴らしながら、うん、その親を守る、うん、まあ、財産を守るっていうことと生活を守っていくっていうことで、その良かれと思って素人としてですね、生活者としてあのやってもやっぱそう言って疑念が出ると心が折れるじゃないですか。そうなんですよ。だからね、うん、その方の場合はそのお母さんがも絶対あなたにって言われたから、うん、私がと思って、責任感とかでね、だからそれを第三者にって、うん、例えば弁護士とかですね、はいはい、でなるとっていうことを最初おっしゃってたんですけれども、うん、いやでもお母さんの気持ちを考えれば、うん、そうやって揉めることは望んでないと思うからっていうことで、うん、まあ、勝手な推察かもしれませんが、うん、残されるのはご兄弟ですから、うん、でも昔、まあ、今だいぶ変わりましたけど、昔はそのお手伝いのヘルパーさんが家に入るのさえその他人を家にあげるなみたいな、うん、あのとこがあったじゃないですか、はい、もう今はねそういうこうのが言ってられない、そうそう言ってられないし、でもそのやっぱり成年後見人制度っていうのも結局
まあ、まずはその家族、あなたにっていう娘とか息子に言うけども、まあ、でもそれでは拉致が開かないというケースが、ね、多いんですね。実は多いってことなんですよね。はい、だからこうもう第三者にそういった意味で厚生年金保険料を利用する場合も多いんですよ。うん、もう公明正大に。はい、そうですよね。はい、今回コメントいただいたのが、うん、結局まあ自分のお母様が90歳になって、うんでその成年後見の相談が遅すぎるというふうに言われたと、あの相談したところにっていうことから始まったんですね。なのでその、まあ、そのタイミングっていうのがあの、まあ、いよいよにならないとかみんななかなかあの腰を上げないところがあるんですけども、まあ、どのタイミングで家族も、まあ、本人としても、まあ、本人はもうそのやっぱり分からなくなっていってしまうので、その注意点というかですね、あればあのいいんじゃないかと。で具体的に言うとですね、やはりそのお母様が住まれているご自宅を売却して施設の入居費用を捻出したいと。でやっぱりその初めにいくらかがまとまったお金がいるので、まあ、持病があることがこの前手術をして持病があって、その判断能力も当然年齢相応なので、入居費用を捻出したいんだけども、やはりその家族がその一緒に住んでいたりするから上手にその遺産分割というかですね、そういうことができないというところで、あのどうしたらいいんだろうということでですね、まあ、もう少し詳しく知りたいみたいなご感想だったんですよ。うんうん、まああのそのただこう思い通りにいかないですよね、そう時系列ってね。うん、はい、もう少し早くって言われても、うーん、そう早くは読めないんじゃないですか。うん、みんなそうですよね。はい、なかなかその前もって、うん、だってその財産、ちょっとお金をその家を売ってお金その当てたいって、うん、はい、でもその家を売るときにその判断能力がないわけでしょ。そうです。だから後見人を選任しないといけないんですよね。そうです、うん、勝手に動かせないわけですよね。そうなんです。でそこに一緒に住んでる家族がいると、うん、だから物事がうまくいかない、つまりそれはお母様が認知症になられる前からもね、うん、そういうアイデアはあったと思うんですよね、うん、売却してって、うん、もう準備っていうのは分かるじゃないですか。それは考えますよね、80とか70後半になったり、はいはい、まあそうですね、うん、近い将来のことを。うちの祖母だってね、割と早い段階で遺言書いてましたからね。あ、そうですか。うん、商売してるから、うん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 、あのお店が何、はい、店舗があるので、はい、それあの兄弟で、あの兄、あ、父兄弟で分け合ってとか、やっぱりその後も商売困らないように祖母がやってくれてたので、もう亡くなってすぐ何にも問題になることなく、すごいですね。いやいや、もうそれは先生がアドバイスしたわけじゃなくてですね。いや、それはアドバイスしてましたけどね。そりゃそうですよね。事前に、へえ、そうです、事前にアドバイスさせてもらって、おばあちゃんの、私は信用されてましたね。だしね、はい、その弁護士という職業もあるし、はい、かつ孫っていうね、ね、距離もですね、近い関係だったんですね。本当にね、遺言って大事だなと。やっぱり生前贈与の場合、税金が高かったみたいで、それでまあ、もう遺言でいこうと、亡くなっての、うんうんうん、まあ、相続という形でいこうということになってて、まあ、それ本当にね、去年、祖母亡くなりましたけど、その件はスムーズにお互い登記ができておりましたよね。だからね、この後見の問題もあるんですけれどもね、遺言も書いてた方がいいんですね。で、どっちかというと遺言を書いてた方がいい。うん、まあ、もちろんね、後見人になってから財産が使われてしまったり、残った財産がなくなるときに残した財産がないので、遺言の価値もなくなるかもしれませんが、まあ、だから、まあね、本当にね、全部やるといいんです。任意後見契約と、はい、遺言と。やると自分の意思が割と。そっかそっか、はい。そうですよね。はい、ここでいくと、任意後見制度をやっておけば、まず、そうですね、自分が本当に判断能力が不十分になった時にちゃんとやってくれるだろうと。うん、ちゃんと自分のためにも使ってくれるし、ために使ってくれるし、財産管理をして、散逸っていう、要するに亡くなったり、紛失、あるいは取ったり、っていうことはこの人だったらないだろうということで、まあ、見込むわけですよね。はい、でそれが一つ、それは何度もこの後見っていうのは生きている時の財産管理ですね。はい、で遺言、いわゆる世間で遺言、
法律用では遺言と言いますが、はい、同じ感じなんですか。そうですね、本当ね。でそのか、その遺言なんですけども、うん、その遺言に関しましてはですね、亡くなった時の残ってる財産をどう分けるかっていう問題なので、2つ時系列に分けて違うわけです、はいはい、だからそういうことなんだ。あの任意後見契約とですね、はい、遺言、いわゆる遺言ですね、はい、を両方作ったことは私はあります。そうなんですね。そうでなければ財産のコントロールが意識のある時にしてしまいたいっていう場合はこういうことになります。まあ、それがでも意識というか意思がしっかりとね、はい、反映されて、はい、まあ本当安心っていうところはね、はい、出てきますよね、はいはい、まあそうですね。先日この契約さ、その任意後見契約書とまた今の段階の財産管理契約ですね。後見っていうのは要するに判断能力がなくなった後です、はい、でも生きてるとき、はいはい、で判断能力ある今生きてる時は判断能力あるわけですから、うんうんうん、ただいろいろ銀行に行ったりするのが不便だったり、うんうんうん、ちょっと口が喋りにくいとか手が動きにくいとかいう場合に財産管理契約っていうのがありまして、うんうん、財産管理契約、そして任意後見契約、うん、そして遺言を全部同時に公正証書、公正人役場で、ね、はい、最近は作りましたけど、うん、その方のご年齢やっぱり80ぐらいの男性でした、うんうん、はい。その、まあ、弁護士に頼んでそのあたりの全部書類とかも、はい、作成して、うんうん、で交渉人と、うん、事前に、その日、いつ作成するかの日程調整をし、また事前にやっぱり完璧に作っておかないと、うん、当日できないですね、うん、だから事前に何が必要で、うん、もあの具体的な文章とか言葉をどう訂正したらいいかとか、はい、やっぱり全部あの交渉人と事前に打ち合わせすることが大事で、うん、割と専門的になるので、ちょっとここ、うん、一言一句こう確認して、もちろんです、うん、それ何回も、ね、何回かやり取りします。3、4回かな、うん、まあまあ なので、そして、まあ、その当日を迎えると、弁護士としては相談を受けてやると決まれば、うん、あ、文案を作って、はいはい、そしてそれを交渉人に事前に提出して、はい、で実際作る日を決めて、うんうん、逆算してその打ち合わせをずっとしていく、ね、はい、うんうん、じゃあそのあれですね、その相談した人はその別に何か書類を作る必要もなく来てお話をして、あの考えと希望を伝えればいいということですね。あと必要書類をね、はい、随時準備していただければと思うんですね、うん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 、いやなんかですね、あの必要だろうなっていうのは分かっていてもめんどくさいのかなとか、うん、なんかやっぱりですね、うん、そこもあるわけですよ、うん、で、うん、あのそうですね、本当にどのくらいめんどくさいのかなっていう、うん、あのそうなんです、ね、そう、ね、なんかいやいや、うん、私この前、はい、ロースクール、副大のロースクールの教授やらせてもらってるじゃないですか、はいはい、で来年の新入生の今入学試験が A2 っていうのがこの前終わったばっかりなんですね、はいはい、あ、今この時期にあるんですか。まあ、ABC ってやっぱりもう1年かけて、うんうん、あの ABC って3回副大の場合はあるんですけど、うんうんうん、弁護士を希望する動機って事前にこう出すんですね、うんはいうん、受験生が、はい、たらやっぱりその書いてるのがね、うん、まあ、弁護士の敷居が未だに高いと、あ、弁護士のところに手が届かないじゃないかって、うん、そこをなんとかしたいっていうのが多くてね、うん、そうですか。やっぱりね、逆に言うと20年弁護士やってる私からするとね、うん、反省っていうかね、ああ、うん、うん、なんか、うん、でもその学生さんは生活者、うん、まあ私たちの、うん、どっちかというとまだ全然その今から勉強しようっていう感じなんで、うん、はい、未就学生って言ってですね、うん、他の学部だったりしますからね、あるいは社会人経験者だったり、うん、もちろん法学部から上がってくる人もいるんですけどね、うんうんうん、まあしかし割と一般の感覚でものを見ての発言と思いますから、うんうんうん、それがまあ世の中の、まあ、今の代弁というかね、うん、その縮図的な、うん、だいやなんかですね、やっぱりもちろん敷居も高いっていうところもありますし、その本当に弁護士イコール裁判みたいななんかトラブルとかなんかちょっとやっぱそういうのがまだですね、その拭えないのもあるわけですね。いやね、だからそれはそうなんですよ、うん、弁護士イコール裁判と思ってもらってもいいわけです、うん、で
弁護士イコール裁判と思ってもらっていいし、うん、弁護士イコールその相談と思ってもらってもいいわけです、うん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 、何と思ってもらってもいいんですが、うんうんうん、まあ一つは敷居が高いっていうのは、うん、なぜ敷居が高いかと思うと、その今の時点で弁護士の態度もあるかもしれませんがね、それよりもやっぱり法律的なその知識が、はいはい、やっぱ日本国民に圧倒的に不足してるんじゃないかなと、はい、この前から、うん、話してますけど、うん、やっぱりその日本の教育ってやっぱり子どもの時に権利と、うん、まあ、権利の裏付けは義務だってしっかり教えなければいけないんですけれども、うん、税金も払わなきゃいけないんだよっていう、その、うん、選挙権はあっても、うん、税金もきちっと国のために納めなきゃいけないんだよ、国が成り立つためにはとか、うん、そういう話もそうだし、そのやっぱり財産管理の問題もそうだし、うん、やっぱりそのやっぱり自分の意見を言う手続きが、うん、このように司法が用意されているということを、うん、弁護士会もですね、うん、出張教育っていうことでずっとしてきてますけどもね、うん、このところをやっぱり、うん、やっぱり日本って先日本当に、うん、ああいう襲撃の事件もありましたけどね、うん、危機意識がね、うん、本当になさすぎる、ね、うん、弁護士が敷居が高い時代はもう終わってるんです、うん、とっくに。なんでかっていうと法テラスっていうのができまして、はい、そうですね、やっぱりそのどうしても弁護士用が工面できない場合でもですね、うんうんうん、ある一定の条件っていうか、もうそれも低いバーなんで、うん、ほとんどの人がクリアできるような、ね、そこでそういうのを利用できる、まあ、はい、法テラスで援助、うん、まあ、法テラスは国が支援している団体なんですけども、法テラスで援助を受けて弁護士をつけることはできるわけです、はい、ということはもう金銭面における敷居は高くないんです。ない、うん、そうですね、で、うんうん、ってなってるんです。それはもうとっくの本当に、うん、はい、10年以上かな、うんうん、となればですね、やっぱりそのお互いこう意識を高めていくことの方がですね、実はその弁護士を身近にっていうところもあるんですけれども、身近にって言っても中身はですね、戦っていかなければいけない、本当に人のやっぱり権利を扱っているすごい責任のある仕事なんですね、はい、だからそう平べったい話でもない、平べったく話していくんですけれども、役割がですね、やっぱりその使命と責任が、で、でそういう弁護士をやっぱり活用するっていう意識を国民は持つべきだと、うんうん、敷居が高いとかではなくてですね、うん、やっぱり自分の権利を主張していくと、うんうん、でその、うん、そういう権利があるんだという場所があるんだと、そうね、もう少し司法の役割っていうのは子供の時に、やっぱりね、日本ってつくづく思うのが、あとディベートができない。そうですね。うん、いや、それはもう前からね、やっぱ先生もこう危機意識をお持ちですもんね、うん。もうね、議論で負けるんですよ、海外に。交渉力、経済でも。やっぱり日本の企業が世界で勝ってる企業ってあるじゃないですか。はい、洋服にしても、ああいう携帯事業にしても、ね、通信事業にしても、やっぱ世界の企業になってる企業ってあるじゃないですか。もともとはナショナルとかね、はい、そうですね。それってね、やっぱりね、交渉力だと思うんですね、どんな、やっぱり海外にも、海外なんて分厚い契約書ですから、まあ、日本の交渉力 のレベルの比じゃないじゃないですか。で、なんかなんかね、そういう交渉力を喧嘩と思う世界、はいはいはい、文句を言われてるとか言っても、ね、ちょっと一言言われただけで、そのもうプイってなってしまうような、うんうんうん、議論の素地があればですね、うん、その喧嘩とか感情的なものってならないんですよね、うん、よりベタで、議論は何のためにするかって言ったら、やっぱりよりベタなアイデアを出すために議論をするっていうことがちゃんと共通認識であればですね、うん、喧嘩ではないんですね、うん、でお互いの意見を否定するわけでもなくて、うん、それぞれの意見を出し合って、その中でよりベタな新しいものを満たそうっていうのが本当にいい議論だと思ってまして、うん、それはだからそこのところがやっぱり子どもの時からやっぱりディベートをちゃんと、ただ怒るんではなくて、なぜ怒られるのか、やっぱり子どもにちゃんと噛んで言うようにやっぱり言わないと、意見納得しないと思うし、そういう、ただ怒る、まあもちろんね、小さいと、本当に小さい時はしつけが必要なのね、はいはい、ちゃんと、理解分からなくてもね、行儀よくしなさいとかね、それ大事だと思います、ね。身の危険のね、こともね。だけども、このディベートがね、うん、だから、先ほどね、なんでこの話に展開したかというと、うん、もう終わり、もう今日時間がなくて、誠に申し訳ないんだけれども、はい、はい、です、ね。はい。なんでこんな展開最後になったかっていうと、やっぱりそういう相談のタイミングとかね、もちろんね、私たちもその
こういうことをしてますっていうのを今まで以上にね、こうやってこういう場でね、場をね、うんうん、いや今日はね、うん、本当に時間がねどうしてもなくて、うんうんうん、もう下手し延期させてもらった方がいいのかなと思いながら、うん、でもねやっぱりこういうふうに出ることによってね、うん、やっぱりこう弁護士っていう仕事がね私とかじゃなくてもいいんです、うん、他の弁護士でも全然いいわけです。その仕事がいかに役に立つかっていうことをですね、うん、やっぱりこう言っていかないとこれ中止するわけにいかんなっていうことで、うん、今日もですね、うん、本当は1時間のところ、うん、ね、ありがとうございます。時間ももう押してしまって誠に申し訳ありませんが、しかし、うん、大事なチャンスはやっぱり逃しちゃいけないなと思ってきて、うんうん、いやなんか弁護士に相談すると怒られるんじゃないかとか、はい、結局こっちがほら準備がないとかトラブルがあるとか、うん、なんかやっぱりそのほらよくやっぱ怒られるんですか、恥ずかしいんですけどから始まるじゃないですか相談って。でもこの方ももう本当にその恥ずかしいと、こんな相談というかね身の上の話でみたいな感じだったんですけども、でもそういう別に一人だけの、その点についてもし言うなら恥ずかしくないですよ、うん、いっぱいあります、うん、ね、世の中人間が生きている以上トラブルだらけ、うんうん、だからよくおっしゃるんですけど私だって人間ですからトラブルあるんですよ、家族だって、うんうん、清廉潔白なわけないじゃないですか、うん、みんなね同じね、うん、だって、うん、でそこのところもやっぱり教育の問題だと思うんです、はい、日本が失敗したらチャンスがないっていう、はい、うん、そうですね、やっぱりね、うん、そうじゃなくてやっぱりこうやっぱ常にチャンスあるんだって、失敗してもチャンスがあるって、うん、で失敗は早めに相談できる、うん、しようっていう教えがないもんで、ギリギリまでね、徹底的にそういうアドバイスをする教育ってありますか、うん、ないですもんね、うん、うん、早め早めにって、私がそういう教育を受けたのは司法研修所じゃないかな、うんうん、もし事件の受けてこれが良くない事件だったら、はい、早めに気づいたらその時に対応すべきだと、はい、もちろんその前に対応した方がいいけれども、うん、途中で気づいたなら、うん、気づいた時にもう謝罪してでも何にしてでも対応すべきだと、うん、な教えてもらったのは、うん、もう20小試験合格して27の時ですからね、うん、それでも教えてもらってるからまだなんとかなりますよね、うん、そういう場面があったからですね、うん、だけどやっぱりそのみんななかなかですね、その勇気が、止める勇気とか、だからそういう勇気をですね、うん、子供の時に持たせないからなんですよ、うん、もうとことんやらせるだけやらせて結果待ちが日本です、うんうん、事故が起きても結果待ちでしょ、うん、例えば熱中症で子供が死んだとか、はいはい、あるじゃないですか、うん、あれってそういうことが起きそうな気配って、うん、絶対分かってる、うん、合ってるはずですよね、大ごとになる前に、ね、前にでね、本当に良くないのは、うん、本当に良くないのはやっぱり何でも、もう一応言えばただ頑張るっていう単純な、そうそうそう、根性論がね、うん、やっぱり、ね、努力はします、私もね、うん、人の3倍10倍努力します、うん、ちょっと声が枯れてるけど、うんうん、ちょっと仕事すぎてちょっと声が枯れてるんですけど3倍10倍努力しますよ、うん、でもねそれと同時にやっぱり引くものは引く、うん、うん、そうね、うん、決断をしますよね、引くものは選択するっていう、ね、はい、引く、うん、謝罪すべきは謝罪し、チャンスを、うん、次のチャンスを見出す、うん、っていうことも同時に合わせていかなければいけないなと、うん、でなぜここで熱く語るかというと、うん、教育の話をしてますが今からでも遅くない、うん、気づいたら40でも50でも気づいた時から変われるから、うん、やっぱこういう話を聞いていただけたらいいなと、うん、私も本当にそう思います、はい、こうやってきっかけ、うん、でその人の成熟度合いのスピードもまあ、早熟な人と遅い大器晩成の人と、はい、うん、まあ、いる中で、私も遅いの方なんです、うん、ね、私も遅いんですけども、うん、ぼんやりしてるので、だけどやっぱ何かがあったりこういう出会いがあったりいろんなコメントをいただいたっていうきっかけでですね、ひと事ではなく自分のこととして経験値を、まあ、蓄えていく、で辞める勇気っていうのも私もずっとやっぱ辞めると良くないことなんだとか、その忍耐が足りないとかってやっぱ育ったわけですよ、そういう昭和の時代に。だけどそれが必ずしも何かを生み出さないであれば、うん、逆に負のものであればやめる勇気っていうのも前向きに捉えることはできるんじゃないかなって、うん、なぜならば、うん、その頑張ってることが楽しかったらいいんですよ。なのでですね、思い通りにいかないことがあった時その対処ってあるじゃないですか、はい、それが楽しくできてるうちはいいんです、はい、でまた楽しくする努力はしなければいけないと思います、うん、何でも逃げ
逃げれないじゃないですか、ね、うんうん、そうですね、逃げたら同じ課題が延に死ぬまで続くじゃないですか、出てくる、どっかで観念しなきゃいけないじゃないですか、うん、自分の弱点って、はい、うん、でもやっぱり本当にもう体もボロボロで心もボロボロで、うん、もう前向きに一歩も歩けないっていうような状況の場合は早々に道を変えた方が、うん、ね、そうね、それも遅いんですからね、はい、っていう感じかな。だからそういうので自分でですね、そういう沼に入ってたら分からなくなるので、ぜひご相談、そういう時にそうそう相談をできる、はい、あのまあ、そういう経験値を持っている、うん、方とかを頼るって、ぜひ人を頼るっていうことも、はい、あの選択肢として必要かなって、はい、私も人とやってますんでこうやっていやいやいや、なのでこういう、こう青年貢献の話にしてもですね、やっぱ家族のことだから外に言うの恥ずかしいとか、あの、まあ、自分のこれからのことで不安だとか、とんでもないです、うん、なんか、いや、すごくそういう方がやっぱりよく聞きますので、うん、恥ずかしくないとしましょう、うん、もうね、恥ずかしくないという世の中を作りましょう。そうそう、本当にトラブルはあっちこち、うん、爽やかな顔してる人ほどトラブル抱えてたりする。そう、悩みはあるからね。で、思うじゃないですか、人間って、あ、この人笑ってるから幸せそうだなって、うん、この人でも、もう余裕があるなって、ないだろうなって、うんうん、例えば天神歩いてても思う時、はいはい、もう自分の心が悲惨な時って思うじゃないですか、はい、思います。この50になったら私でも思うんですから思うと思うんですよ。でも、あの顔、真実は、うん、ね、見た目では分からないわけですよ。そうね、あ、本当ね。そうね、そうね。笑ってる人もいるわけです。うん、もうどうしようもないぐらいの人生なのに、うん、笑ってる奇跡の人がいるわけですし、うん、笑わないと仕方がないっていう、もう開き直ってる人もいるしね。うんうん、いるしね。もうね、うん、だから、あの、世の中っていうのは人と人とが存在する以上はトラブルになるよ。だって、なんでかっていうと、人と人が完璧に考え方一緒じゃないし、育ちも違うし、うん、まず性差もあるかもしれないし、うん、体調も体力もあるし、うん、もう経験も違う、環境も違うんだから、意見が全部合うわけないじゃない。っていうことは、意見が衝突すれば、はい、トラブルの元になるから、うん、でもこの世っていうのは人があって人生楽しいわけだからね、うん、やっぱりね、そう言わないで、うん、あの、楽しみながら、うん、何度も言いますけど、弁護士20年やって思うのは、うん、人生っていうのは死ぬまでトラブルがない人はいないんだなっていうことなので、うん、皆さん、トラブルがあっても自信なくさず、うん、そうね、人の家にもあることだと思って早々に解決しましょう、うん、まあ、早めってことですね。なんか最近 CM でなんかありますか。そうそう、おばあさんがコンビニでなんか小銭を出すのがちょっと遅くて、うん、ごめんなさいって言ったら、後ろ の、 そのラッパーみたいな人が、うん、あの、小銭出すんですか、チッチッチッって言って、うんうん、で、なんか、あ、イライラしてるのかなと思ったら、おばあさんのペースでいいぜみたいな、ラッパーが始まるんですよ、ね。あ、なんかそれ見たことあって感動した。最初イラ、私は叩くより叩え合おうっていう、そういうキャッチコピーだったんだけど、やっぱり人の、そういうところをイライラしても、そういう風な空気を生むよりも、まあ、お互い支え合って讃え合ってっていうところがですね、そのおばあさんも見た目で判断して悪かったみたいな、なんかそういうなんかちょっと面白い感じの CM もあるんですけども、まあ、やっぱりこうトラブルとかちっちゃな、ね、こうなんか不安っていうかね、種っていうのは気づいた時に早めに、まあ、専門家に相談して、その大したことなくて、よかったねでいいからですね、はい、うん、まあ、そのように、あの、弁護士 の、 あの存在というところをですね、もっともっと明るく開かれた、あの、存在として頼っていけたらいいかなって、はい、で、弁護士さん選ばれたらいいですよ、本当にご自身に合う、うん、はい、うん、はい、なので今たくさんですね、ホームページが選ぶ権利があります。そうですね、そうですね、で、依頼者がお金出すんですから。そうだし、もしその交換っていう、交代っていうか、交代も厳しいな、途中までやってる場合は途中までやってる場合はもう引けない、方針が大事です、最初が大事です。じゃあ初めに固めるかどうかじゃないと、裁判の途中で方針変えられないですよ、もう進んでいってるから。あ、なるほどね。じゃあ相談はちょっとこういくつか、あの、相談して、いや、依頼するときにね、うんうんうん、本当にどういう、まあ、最初に会った先生がね、ぴったりだったらそれでいいんですよ、うん、何もそんな、うん、別に、わざわざね、うん、だけど医者にもセカンドオピニオン、サードオピニオン、ね、もう4回5回のオピニオンが今あるじゃないですか、うん、本当に医療って一つの病気にしてもアプローチが何個もあるじゃないですか、弁護士も、うんうん、あ、最大8回目で私に依頼された方がいますから、うん、ね、うん、どうぞ。そういうこともあるということで、全然いいんですよ、まあ、いろんな、ね、うん、可能性はある。人には権利があるんです、個人の尊厳、自分の意思を貫く権利がありますから、はい、
なので、まあ、私たちの生活が何があってもですね、あの不安はないということで、ちゃんと前に進んでいけるようにですね、このチャーズスタイル TV ではいろんな情報をお届けしていきたいと思います。はい、ちっちゃな不安とかあればですね、あのもうコメントとか、まあ、愚痴とか、まあ、そういうものもですね、あの全然あのいただいても構いませんし、ま、何でもいいです。そう、迷ってますとか。ね、その最後暑くなりましたけど何でもいいです。軽い話から何でも暑いですしね。ですね、本当本当。ひんやりする話でもいいです。ひんやりする話がよくありませんけど、また来週ちょっと怖いのはダメです、ね。ああ、はい、人事系は嫌です、ね。そうちょっと苦手なんですけど、私も嫌です。はい、なので、まあ、みんなでね、そうやって、うん、あのいろんな考え方をあのミックスしてですね、明るく生活していくということが目的ですので、はい、皆さんの笑顔を届けて、笑顔を作っていくということで、あの今日ゲストにですね、三角珠代法律事務所の三角珠代弁護士にお越しいただいて、はい、熱いトークをですね、またいただきました。なんかね、思ってることが凝縮して出ちゃうんですよ。はい、うん、いやでも大事な、あの常にですね、はい、言っていることなので、あのみんなの味方でいるということで、進めていきたいと思っております。はい、今日ちょっとすいませんね、お忙しいね。なんか違います、私が悪いんでございます。いやいやいや、ありがとうございます。でもありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼しました。はい、ではまた、何か、ご感想とかあの質問とかあればですね、ご連絡いただければと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。午後も素敵な一日をお過ごしください。ハブはナイスデー。ありがとうございました。